平成28年10月1日と2日、阿蘇市波野の神楽園で第25回神楽フェスティバルが開催され、大勢の神楽ファンが訪れて賑わいました。まず、神楽フェスティバル実行委員会の古澤真一実行委員長が挨拶して神楽フェスティバルが始まりました。最初に地元波野小学校子ども神楽部の児童たちが神楽の始まりに御法霊紙を舞い、続いて波野中学校神楽クラブの生徒たちがオロチを退治する八雲払いを披露しました。今回で25回目を迎えた神楽フェスティバルは、阿蘇市波野地区に古くから伝わる神楽を通して地域の活性化を図ろうと毎年この時期に開催されています。今年は島根県浜田市の今福神楽社中や大分県の木原神楽保存会、そして地元中江岩戸神楽、横堀岩戸神楽保存会など9団体が参加しました。神楽フェスティバル実行委員会会長の佐藤阿蘇市長が挨拶した後、島根県浜田市から参加した今福神楽社中が舞った恵比寿では、佐藤阿蘇市長も舞台に呼び上げられて神楽を舞う一幕もあり、恵比寿舞を盛り上げていました。地元中江岩戸神楽保存会が披露した天の締めでは、およそ10メートルの青竹に登って縁起物の持ち投げがあり、見物客たちは競い合って拾っていました。神楽フェスティバル初日は青空が広がる絶好の行楽日和に恵まれたとあって、およそ700人の神楽ファンが訪れ、勇壮な神楽を楽しんでいました。